はい、どうも、こんにちは。今日はね、スマホゲームやっていきます。で、なんか最近したんだけど、このガンダムのね、スマホゲーム見つけたんでね、早速プレイしていきます。なんか対戦ゲームですね。なんかゲームセンターにあるような対戦ゲームをスマホアプリ化したみたいなね。で、日本語版じゃなくて中国版なんだけど、なんかね、説明とかも日本語なんでね、まあ、適当にプレイしていきます。これ初代のガンダムですね。最初なんか動きのチュートリアルで適当にガチャガチャ押してるだけなんですけど。なんかね、結局読んでもわかんないんで、もう文字とかはすっ飛ばしていきましょう。もうね、何書いてるか全然わかんないんだよね。感覚で、ボタンとか見りゃ大体わかるんで。で、なんか今ザクにね、撃たれてますね。回避。回避ボタンだね、これ。で、お、これがビームライフル。このボタンでビームライフルだね。はいはい、防御。で、ビームサーベルで切っていく。全部漢字だな。で、なんかもう適当にね、枠をもうボコボコにしてみましょう。お、ミサイル。ミサイル撃ったね、今。なんか、ビームライフルとか、ミサイルとかね、いろんなスキルを使って、なんかミッションクリアしていくみたいな感じのゲームらしいですよ、これ。さあ、シャア専用ザクが出てきたんで、ボコボコにしていきましょう。なんか対戦とかもね、あるみたいな、オンライン対戦がね、あってね、まあスマホでオンライン対戦でアクションゲームって結構ハードル高そうだけど、なんか通信関係の問題でね。で、これで、ね、チュートリアル終わり。スマホゲームそんなにやらないからあんまわかんないんだけど、なんか結構やっぱスマホゲームといえばね、ガチャがね、多いかな。まあ、適当に自分の名前を。おお、R が入らない。まあいいや。なんだこれ、ハイクオリティでいきましょう。で、なんかこれ、押しゃいいのか？大体こういうのね、適当にビックリマークついてるところ押せばね、おお、赤い出てきた。ガチャ引いた赤い出てきたんだが。うわー、微妙。まあいいか。さあ、すっ飛ばしてみましょう。お、モビルスーツ、刺せばいいのね。押して。お、これね。もうなんかチュートリアルされるがままに、ボタンを押していく。なんかこれマッチングか？マッチングがめちゃくちゃ早いな。人多いのか、俺。コンピュータっぽいね、なんか、最初は。お、ガンダム。この漢字2文字のやつがガンダムだろうね、きっとね。さあ、さっきのチュートリアルを使って、ビームライフル撃ちまくりゃいいのか。さあ、撃っていく。お、このバズーカ砲強いね。さあ、撃て。なんか強いの外した。ビームサーベルで切っていく。お、なんか当たらない。なんか今、槍投げたぞ。ビームジャベリンか。槍って。ビームジャベリン投げていく。ライフル適当にぶちかまして。こんな感じですね。ちょっと結構綺麗なんだよね。絵がめっちゃ綺麗。なんかスマホゲームやらないからほんとわかんないんだけど。スマホにしてはかなりなんかすごいなって。なんか、アークエンジェルが奥にあるぞ。世界観がなんか違うな、これ。あれ、ホワイトベースじゃなくてアークエンジェルだったよね。アークエンジェルだよね。さあ、さっき当たったアッカイを。うわ、アッカイに殴られる。アッカイやー、なんか、もう、雑魚ってイメージしかないんだけど。おっと、ガード。コンピューターっぽいよ。コンピューターをもう、バッサバッサ切っていきましょう。なんか、ビームサーベルの方が威力高いよね、絶対ね。ほら、ほら、ほら、ほら。撃ちまくる。あれ、なんかアクションゲームとしてはなんか面白いっすね。もう、こっち見て、ピーンって。敵の殲滅を確認。さあ、サクサク進めていきましょう。次はなんだ？戻って。お疲れ様です。作戦行動。もうなんか手に入れる。
いろいろ。いろいろ手に入れてんだけどさ、文字がこれだからさ、全然わかんないんでね、何に使うかとか。ここにもなんて書いてるか、なんか、技を貯めて。お、シャア専用ザク2でしょ、あれ。漢字だけど、2しかわかんない。これ切れってことね。コンボでしょ、なんか。なんか切って、移動して切って移動して切ってみたいなのがね、できるらしいですね。これなんかゲームセンターにもそういうのあったかな。切って切って、切って。残り3。夏って書いてる。ザク。古いって書いてる。この左上の赤い字がこれガンダムなんだろうね。これでガンダムっていうのか。つうか、この、今のなんかクマちゃん見たことあるな。おっと、ソレスタルビーイングって、ダブルオーの何、イベントですか。うわ、でも、ね、でもね、勘でね、なんとかなるね。なんかアイテム取って、ガチャ引いてとかでしょ。ゼータのイベントか。これ何、取れんの。お、なんか取った。なんか、複数のイベントを同時にやってるっぽいね。どうしたらいいんだ、これ。お、なんか開いた。MG ってボタン押した。なんか開いた。基本的になんかこの上の方の、これをね、クリアしていくと、いいらしいっすね。お、切り替わった、いきなり。なんだ。ウィングゼロ。ガンダムね。なんか初代のガンダムって実はアニメ見たことないんですよね。これ何？これシードのやつだよね。バスターガンダム。はめる。おー。強い。めっちゃ強いでしょ、これ。あ、ためるのにちょっとインターバルが必要。ためて、撃っていく。あ、終わりか。ただのチュータリアルやってるわけね。で、100% になるから、また受け取って、次のチュートリアルを。これ多分チュートリアルクリアしたらバスターガンダムくれんじゃないかな。そんな気がするよ。さあ、次は何のチュートリアルだ。これなんかアニメのやつだよね。ザク。はいはい、これ撃って、これ撃って、あーなんか、交互に撃てばいいってやつね。コンボってやつですな。お、なんだ、なんか違う技出てきたんだけど、なんで？こう、こう、こう。はいはいはい。なんか、別にこういう、これ強いね、このなんか攻撃方法。もう攻撃の手を緩めずにいっぱい撃ちまくるみたいな。100パー保ってく。ゲットして。なに、次どうしたらいいの？なんかこれなんか引けと。ガチャ引けと。うお、サンドロック回出てきた。後期の後の方のサンドロックでしょ、これ。肩の部分が。ちょっとあれだな、サンドロック。あ、バスターガンダムも手に入ってたんだ。はい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 。ちょっと、サンドロック使いたいね。で、なんだこれ、なんか手に入るのか。びっくりマークはね、押した方がいいね。なんだろう、こ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 う、みたいな。これでいいんじゃない？さあ、次行こう。次のミッション、クシャトリア。お、このミッションクリアしたらクシャトリアゲットできるの。お、マッチした。1対1。対戦かな？これも。さあ、サンドロック。どんな感じだろう。お、なんだあれや。クロスボーンガンダムじゃないか。おー、かっこいいな、なんか。手に剣持ってて。めっちゃかっこいい、あれ。うわ、いて、で。
よし、なんか投げた。ヒートショーテル投げたのかね。いや、ウィングはね、見てたからね、わかるんだよね。このカトルが乗ってるサンドロック。なんかアニメであんまり強いイメージなかったけど、ひたすらこの剣で縦にね、切り裂いてたイメージしかないね。こんな技あったっけ？縦に真っ二つにするんだよね、ザゴードも。そういうイメージしかない。さあ、このマシンガン結構強いね。つか、エピオンじゃん。めっちゃ強いでしょ、エピオン。そう、最後の方で出てくるやつじゃない？エピオンって。主人公も乗っていた、ガンダムエピオン。怖いよー。なんかめっちゃ、何今の、めっちゃ速かったんだけど。すげえ速度、おお、ちょっと。うわ、すげえ食らった。何これ。めっちゃ強い。俺も切ってやる。ほら、ほら、ほら。ほらー。あ、気持ちいいね。やっぱ格闘ですね、こいつは。よし、撃っていく。マシンガンがね、意外と強いんだよね。もうなんだ、ちょっと重かったけど、やられちったぞ。じゃあ、うん、ガンダムでいいか。ガンダム使うわ。ガンダムでエピオンと戦う。さあ、これ撃って。お、当たった。ビームライフル。おお、急速に近づいてきた。あれ、おっかないね。いきなり近づいてきて。エピオンってなんか射撃武器持ってなかった気がするな。なんか、ひたすらあの、ムチみたいなのと、なんかでっかい剣でね、殴ってた気がする。あれはなんだ？あれはあれかな？レジェンドじゃなくて、レジェンドじゃない方か。あ、古い方の、ドラグンシステムのやつ。うわ、なんかずるいあれ。めっちゃずるいんだけど、ちょっと。うわ、切られるし。かっこいいな、あれ。なんだっけ、あれ。名前忘れちゃった。見て、あれもね、見てたんだけどね、シードも。シードも見てたんですけど、何ガンダムかもう覚えてないです。おー、倒した。この初代ガンダム結構強いんじゃないですか。初代もアニメ見たことないんだよね、なんか、ゲーム？シミュレーションゲームでストーリー知ったぐらいで、アニメ自体は全然見てなくて。ユニコーンとかはね、見てたんだけどね。あとあれか、初代じゃないけど、なんかシャアの話の、なんかアニメっつうか、映画なら見てたかな。ジオング。うわぁ、ずるい、その攻撃。さあ、ジオング。ガンダムの敵。よし、切ってやる。あ、ダメか。ちょっと遠いかな。しかもちょっとね、重いんだよね、やっぱりね。やっぱなんか、日本と中国の人とマッチングしたら重くなるのかな。なんかね、Google Play じゃこれ、インストールできないっぽいんだよ。だからなんか、APK ファイル落として入れたんだけど。さあ、ぶった切ってくぜ。ほらほらほらよっしゃ倒した。さあ、ジオング倒してく。いや、さっきのなんか、2番目のガンダムの名前わかんないな。なんだっけな、あれ。まあ、プロビデンスガンダムな、思い出した。なんかメダル取ってるね。何のメダルかわかんないな。お、固まったぞ。お、レベル上がった。2から4。一気にレベルが上がったぞ。何これ。お、2対2の対戦ができると。うわ、もうすぐ、もう速攻マッチした。いいっすね、2対2。お、あったい。始まった。あ、これを押してね、切り替えのね。はいはいはい。まあ、ゲーセンと同じだろうね。なんか、見たことあるよ、これ。切っていく。さらに切っていく。これがまあ、多分コンピューターだろうね。なんかさっき説明入ったぐらいだし。めっちゃ切っていく。いや、これね、サンドロック結構使いやすい。なんか、まあ、ガンダムも強いけど、サ
サンドロックのこのね、なんかマシンガンがね、なんかずっと撃ってるから、当てやすい感じがする。おっと、切っていく。よし、掴んだ。この掴むやつ面白いな。ほら、マシンガン。あれ、敵いないのに、モーションだけ。いて!ちょ、要所要所重くなんだよな。おっと、弾がない。うわ、弾がない隙に、めっちゃ切られてる。よし、めっちゃ切ってく。はい。あと一機かな?一機倒せばいいのかな?うわぁ、切られた。近距離がなんかね、難しいね。じゃあ、ちょっとバスターガンダム使っていこうか。なんか、さっきのコンボでも使えばいいのか?おっと、目の前にいる。撃って、撃って、撃って。うわぁ。あれなんだあれ。なんかマーク2か?もしかして。お?あ、味方がやってくれた。いいね。味方のガンダムがね、やってくれましたね。さあ、そんな感じで、2対2が終わって、こんな感じでレベル上げていきながら、あれなのかな?なんかいろいろ解放していくのかな?新しい機能、冒険。何これ?あ、ストーリーモードか。はぁ、まあいいや。で、33% だね。これをね、ちょっと埋めていきましょう。クシャトリアがゲットできると思うんで。さあ、1対1を進めていく。さあ、相手はシャア。シャア専用ザクですね。で、こっちはサンドロック。重っ!なんだこれ!めっちゃ重いんだけど。うわ、止まった。はい、そんな感じでちょっとね、すっ飛ばした。重いんでね、試合にならなかったんで負けちゃったんだけど、すっ飛ばしました。さあ、次行こう。66% か。起きた。なんだ、CBT2。なんか王冠マークついてる。何あれ?何マーク?強い人もしかして。お、これは、シードの、フリーダム。強そうだな。おっと?なんかやばそうなやつ撃ってきたよ。よーし、マシンガン出ていく。おっと、こっちの、攻撃が入ってる。ほら、ぶった切る。ちょいちょい重くなるんだけど。さあ、マシンガン。マシンガン出てくる。そして切って。おお。なんかビームサーベルで向かってくる相手にこのマシンガンすげえ有効だな。おお、強い強い。これ、これ強いな。強いんじゃないの?このサンドロック。弾がならない。よし、溜まった。マシンガン撃っていく。おお、倒しちゃったよ。フリーダムガンダム倒しちゃったよ。もう何これ、ジャスティスでしょ。いいな。フリーダムにジャスティス持ってるのってすげえ羨ましいんだけど。もう、主役級の機体じゃん。さあ、いで、ブーメランだ。あったな、あのブーメラン。あの、トールをぶっ殺した。あ、これじゃないか。イージスか、あれ。いいね。うわぁ、めっちゃ切られる。はい、マシンガン出ていく。おっと?隙ができたか?どんな、なんか、必殺技とかもあんのかな、俺。おぉ、マシンガン強えな。これ厄介だぞ、これ結構、このマシンガン。よし、切っていく。あ、なんだこれ、外したか。おぉ、切られる。あ、死んだ。
どうしよう。ガンダム出すか。ガンダムな、もう射撃。ライフルとバズーカ撃つぐらいしか脳がないんじゃないこいつ。さあ次は何だ、何が出てくるんだ。シードか、また。何あれ。おお、ストライクガンダムの剣のやつじゃん。ソードストライカーだっけ。また、なんか、シード好きなんだろうね、あの人は。多分ガチャやって、集めたのかな。おっと、うわ、やばい、切られる切られる。切られる、ガードする。あ、切ってこない。じゃあこっちが切っちゃうぜ。はい、チュートリアルコンボ。おお、ブーメラン来た。肩についてる青いやつだよな、確かね。よし、ビミラフルいっぱい当てていこう。おっと、危ない。あ、戻ってった。バズーカかな、こっちなんか、射撃がいっぱいできるから相性悪いかもね、向こうからしたら。向こうだもん、あんま射撃がね、ないんだよ、きっと。お、なんだ？あの、なんか槍みたいな、ビームシャベリーどうやって投げんのこれ。さあ、残り1機。次は？ランチャーストライク。すげえシード好きだな、この人。いいね。ランチャーストライク出してくる。おっと、危ない。切って切って、切っていく。なんかさっきとちょっと切り方が違うぞ。なんかあんのかな、切り方。攻撃方法が、ビームサーベルの切り方も何種類かあんのかな。いて。おっと、このなんか、任せる強いな。いて。はい。おっと、死んじゃう。死んじゃう、死んじゃう。隙だらけでしょ、もう。危ない。おっと、当てていく。ああ、倒したわ。いや、いいな。なんか、シードのね、やつ欲しいね。さあ、勝ちました。またなんかよくわかんないメダル。なんかあれかな？作戦成功です。なんかすごいことやったらもらえるのかな？多少すごいことやったらもらえるのかな？これ。2と5。2。もう何もらってんだか全然わかんねえな。お、100%。新しい機能が次は。新しい機能？なにこれ。あ、強化ね。はい、対戦ゲームで強化システム入れていく。おぉ。ね、これ最大 HP とか上がるんだね、これで。すげえ。おっと、飛車取りやの。なんかね、この破片みたいなのいくつかゲットすると多分、もらえるんだわ。お、マッチした。モビルスーツ固定解除。どんどんね、初心者向け、ミッションみたいなのやって、クシャトリアをゲットしていきたい。お、こっち、イージスガンダムいる。いや、やっぱシードの機体多いのかな。相手は？なんだあれ。F91 と、これなんだ？ EG8 か。知らないんだよね、EG8 あんまり。何人出てくるやつだっけ？よーし。わ、ガードしてるとこに殴ったらなんか弾かれた。釣れそうか。よし。おお、なんか F91 が目の前に。よし、投げていく。よし、入った。うわー、ウェスバー当たった。いいな、あれ。強そう、F91。ちっちゃいんだよね、確かあの機体って。すげえ、お、なんか光った。MP なんとかでしょ、あれ。なんか、質量がどったらこったらとか、なんか言ってたな。乗ってる人が。うわ、サンドロックやられた。やば、これちょっと負けんじゃないの？ちょっと待って、ガンダム。ガンダムでも強いんだよな。なんかあんまり好きじゃないんだけどさ、これ。ほら、おっと、うまい。うまいなや。でもなんかこっちの、ビームサーベルの方が強いっぽい。
ガンダムね。なんか、こいつ強いんだよな、使ってて。ずっとビームライフル撃ってりゃいいし、こうやって。こんな感じで。こんな感じで、ちょっと距離取りながらね、ビーム撃ってたらね、なんか強いんだよね、こいつ。こうやって。このなんか、めっちゃ、なんか、炸裂する、ボムみたいなのもあるし。お、これは、あれじゃないか。クロスボーンガンダムじゃないか。え、いいな。なんかみんなたくさん持ってるね。課金してんのかな、やっぱ。もっとグフがいる。ああ、グフなんかかっこいい。ちょっと待てよ。いてててててて。さあ、味方。何してんの、味方。もう味方あれじゃない。ブリッツガンダムだ。いいな。ブリッツガンダム欲しいな。当たった当たった。こうやってね。遠くから撃ってるだけで。これずるくねガンダム。遠くから撃ってるだけだよ、こうやって。なんかもう高みの見物だよね、もう。こうやって撃ってね。はい。おー、ナイス。ブリッツガンダムいいんじゃない？ちょ、切りに行くか、たまには。あー、やばい。逆に切られる。よし。おっと、相手の仲間うまいね。よし、入った。ちょっと、逃げるか。さあ、あれ、クロスボーン落とせる。あ、落としてくれた。おお、これは、モビルファイターじゃないか。うわ、モビルファイターとエピオン来た、最悪。もうめっちゃ近距離でしょ。よし、あ、出ていく。逆に、こっち、距離取れば、なんとかなんじゃないか。よし、当たった。いいね。距離を取って、撃っていく。よいしょ。ビーム撃って。あ、もうなんか、あれがない。バズーカがない。ちょっとバズ復活した、復活した。おっと？近づいて。いや、エピオン怖いな。よし。近い。おっと、危ない。危ねえ。エピオンが、よし、ガードした。やった。よし、あいつも、ああ、当たんねえし。惜しかったな。仕方ねえ。悪回は出そう。なんか一番使いたくないな、こいつ、ほんとに。あ、でも、これか、マシンガンだから、サンドロック的な感じでね。じゃあ、モビルファイターを、マシンガン悪回で倒すってね、悲しい感じになってしまった。いいのか、それで。あ、シャイニングガンダムか。ゴッドガンダムか、どっちかわかんないけど。シャイニングっぽかった気がする、肩の感じが。で、メダルを取っていく。作戦成功です。さあ、クシャトリア、俺のクシャトリアまだ？お、これはレベルか？レベルが上がった。今度は何解放だ？ミッション画面？次は新しい。これガチャか？あ、パイロットガチャね。はい。うお、出た、アムロ。来ました、主人公。どうすんの？パイロット。パイロット乗せればいいんでしょ？乗せたら強くなるんでしょ？そういうやつでしょ？覚醒？なにこれ？へぇー。おー、ボイス入ってる、ちゃんと。日本語でね、アムロのボイス入ってるって素晴らしいね。中国のゲームなのに、日本語ボイス。あ、何これ。あ、このボタン押せばいいのね。で、この必殺技。はい、ジオング撃ち。最後にジオングの頭を撃った時のやつですね、これは。あれ、なんかどうしたらいいの？もうさっさと。ザク倒して終わればいいか。なるほど。なんか、キャラを乗せてたら必殺技が使えるらしいね。で、クシャトリア。
シャトリアの破片をゲットで、おー来た、ついにクシャトリアゲット。いや結構ねクシャトリア好きなんだよね。なんか一回ちょっとプラモデル作ってみたいなって思ったぐらい好きなんだよね。まあ買ってはいないんだけどさ、でかいこのねクシャトリアのこの羽がいいね。で強化、なんか他も強化できるっぽいな。とりあえずなんか強化できるやつ強化しちゃうか。強化、まあなんか色のね、色ついたボタンを押してきゃね強化できるらしいんでこの適当なやり方。強化はなんか読めるよね。これなんて書いてるか読めない。チート級って書いてね、これチート級、チート級に強化すんのかこれ。で来ました。うわ、悪界か。悪界強化したくないけど、まあ強化してやるか。ほっとくのもかわいそうなんで、こいつばっか。で、最後。バスターガンダム。バスターガンダムもな、割とどうでもいいんだよな。で、悪界いらないよね。あ、待てよ、バスターガンダムいらないな。悪界意外とね、マシンガンが強かったんだね。バスターの代わりに、クシャトリを入れます。で、なんだこれ、任務。なんかいっぱい溜まってんの、取っておきましょう。経験値なんでね。おー、レベル上がった。ミッション画面の。さあ、またなんか取って。新しい機能で次は。なにこれ。格納庫？ガンダム。強化。なに？強化すんのまた。あ、違う。なんか上がってんな。違う強化の仕方があるな。星。チート星。で、また任務で、経験値を受け取っていく。上のやつも開きそうだね。開いたね。はいはいはい。こんな適当な感じで、何取ってんだろう。なんか金っぽいのはね、どんどん増えていくね、上の。これイベントか。なんか点数みたいなのゲット。で、ストライクゲット。これなんでついてんだ？なんかこれ、あ、いい。なんかよくわからん。さあ、これもね、なんかもういろんなとこにこういうのあるね。もうわかんねえや、たくさんあって。なんか色ついてるとこどんどん押してきゃいいかも。こういうのもね、びっくりマークついてたらなんかお金もらえるんでしょ的なね、感じで進めていきましょう。強化。ああ、なんかこれあれだね、条件、対戦で何勝したからとか、強化したからもらえるとかそういうのでしょ。はいはいはい。めんどいわ、これ。押して、溜めてく。で、なにこれ。だいたい終わったんじゃない？じゃあ次のミッション行きましょう。これなんだ？あー、なんか多分フレンド登録しましょう的なやつね。じゃあ適当に押していく。さあ、なくなるまで押していきましょう。なくなるのかわかんないけど、10個ぐらいいったらもういいか。はい、あと3人。申請ね。申請しとけば OK みたいな。で、戻ったら、あ、これで100番なんのね。楽やな。さあ、次。サイドセブンって書いてあったぞ。あ、これね。はいはいはい。お、すげえ、普通にムービー始まったぞ、これ。結構容量食うんじゃないの。G ジェネ的なムービー始まった。あ、ボイスがないね。で、おー、ガンダムのバルカン。さっきのチュートリアルでは一度も撃たなかったバルカンをここで撃っていく。起きました。お、ガンダム第一に立つってやつかな？これ。1話のやつだよね。で、サンドロックが出てくると。あ、協力すんのね。なるほどね。で、これ倒していくと。ザクを倒していく。なんか、俺の耐久値すげえあんだけど。うわ、すげえ、なんか、弱い。超弱い、こいつら。あ、終わった。早っ。まあ、こんな感じらしいですね。こんな感じのミッションをクリアしていくと。
まあ、ミッションとは言っても基本あれだな、同じルールの中でやる感じだから、もうコンピューター相手にね、対戦モードやってるような感じですね。で、このミッションやるとなんかまたいろいろアイテムとかもらえたりするのかな。さあ、まあ、ちょっとね、ローディング画面が長いんだよね、このゲーム。ちょっとローディングが長いんでね、ところどころカットしてます。さあ、ガンガン撃って。おっと。さあ、切っていく。見て。はは。超切られてる。終わった。まあ、ちょっとね、これ、壊しますか。普通の、ミッションモードね、続けても面白くないんだよね。ちょっとこれ、カットしてあげます。成功です。周囲に。なんか全部のミッション同じなんだよな。延々とザクを借り続けるっていうね、ミッション。若干ミッションについては飽きてくるな。やっぱこれ対戦してこそだね。はい、切っていく。ミサイル当てて終了。お、レベル上がった。ミッション画面の確認。ここでアムロとアッカイ手に入れていく。これなんだ？パイロットの強化か。はい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 。で、100% のやつ？ちょっと待ってよ。まあ、最後ね、せっかくなんでね、この最後のミッションやっていきましょう。おそらくボスとしてね、シャア専用ザクが出てくるんで、そいつらを倒して。毎回ザク2匹出てくるんだな、とかなんないのかな、これ。すげえワンパターンなんだけど。切ってく。はい。いて。さあ、こいつ倒したらザクが出てくるのかな。さあ、出てこい。お、出てきた。お、ムービーが一瞬で終わった。さあ、出てきました、ボスザク。おっと、当たらない。あ、弾切れか。切っていく。これ強えな、やっぱ、このマシンガン。使いやすいね、このマシンガン。はい、切っていく。はい、はい。あ、なんかボス、耐久高いね。なんか、やたら耐久値だけ高いんじゃないこれ。まだ 63% だって。もう味方が攻撃入れてるのに全然減らない。なぜだ。おー、いや、全然減らないな、これ。おっと？ザクマシンガン強いね。こんなゲームなんかマシンガンすごく強そうな感じがするな。なんかダウン、ある程度ダメージ与えたら黄色くなるんだけど倒れて。マシンガンね、一回撃つだけで倒れるんだよね。そこがね、いいね。なんかビームライフルだと、何発も当てないとなんか倒れないんだよな。マシンガンこれすごい使いやすい。これ多分おすすめっすわ、マシンガンキー。だからなんかね、あれだよ。アッカイとかはね、強いと思うね、正直。しかもなんか、強化もしやすそうだし、最初の方に手に入るから。
意外とね、厄介大事にした方がいいかもしれないですね。はい、そんな感じでボスを倒しました。今のよくわかんない番号札を手に入れて、これで、あ、2番目が出たと。お、なんだなんだ。もうなんかね、文字ついてるところ。お、シャア専用ザクの、なんか、アイテム手に入ったよ。他も取っていく。さあ、こんなとこかな。ちょっといろいろ見ていくか。なんだこれ、パイロット。ああ、これね。強化。適当に強化していきましょう。なんかアイテム使って強化してるっぽいんだよな。で、お、ガンダムも強化できんじゃん。はい、ガンダムも強化していく。あ、待てよ。他にもできるぞ。お、サンドロック。サンドロックも強化していく。次は？あ、さっき言ってた悪怪。じゃあこいつも強化しとこう。おっと？クシャトリア？こいつはね、強化しないとダメだね。で、バスター、あんま興味ないけどね。まあ、強化できるから、強化しておきましょうか。で？そうそう、こいつのね、なんか星変えれるらしいんだよね。上げておきましょう。モビルスーツのさあ、あとやってないことなんだ。なんか、びっくりマークついてる。これ何？ああ、なんか点検。点検って何それ。点数チケット、ポイントチケットってことか。要するに。まあ、こんなとこかな。まあ、多分ね、大体のチュートリアルは終わって、あとなんかレベル12とか15までいったら、いろいろ。機能が増えたりするのかなってな感じでね、ちょっと一回今日はこの辺にしておきましょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。